なんだかやる気がないなという時にもやる気スイッチが入るようなレッスンをやっていきましょう。ではやる気がない時は仰向けから始めましょう。まずは両足を引き寄せて、ただゆらゆら楽な状態で揺れていきます。腰から背中を楽にしつつ、揺れることでほぐしていきましょう。ではゆっくり動きを止めて、今度は手首か肘をつかんでぐっと体全体を丸め込むような姿勢に入ります。胎児のポーズ。背骨を丸めつつ腹筋を使って熱を起こす動作です。では吐きながら一旦床に降りましょう。今度は手を足の内側に入れていきます。この状態から足は上、その手をガードするようにぐっと持って、またおへそを見ながら呼吸。ハッピーベイビーの筋トレポーズ。OK と、リラックスして下ろします。ではこの姿勢から後頭部まっすぐ床につくように整え直していきましょう。手のひらは地面につき、両足を上です。お尻を持ち上げて手で腰をサポート。斜めになってしまってもいいので背中立ちになっていきましょう。逆転していくことで血流がどんどん細かいところにも巡っていくようなイメージ。ではいけると思ったら足を伸ばしていきます。ここで曲げ伸ばし。今ちょうど肘から二の腕、肩全体に体重が乗っているかと思います。首ばかりに乗ってきやすい方は注意しながら行ってみてください。さあ余裕がある場合は右足だけを地面の方に下ろす。反対、左足だけを下ろす。膝曲げてしまってもいいです、しんどければですね。またスイッチしましょう。さあ今度は両足を下ろします。膝を曲げた方が楽であればその状態でもいいですし、手は腰か床か組むか、これは自分で選んでいきます。ハラーサナ、好きなポーズ。呼吸が通るポジションを意識して、さあでは組んでる場合は手を解放してゆっくり背骨の上の方から地面の方へお尻を下ろしましょう。降りてきたら一息。では足をパカッと開いてぐーんとおへそを覗き込むようにV の字のような感覚ですね、揺れられる方は揺れましょう。でこれももも裏張ってしんどいと思ったら膝を曲げながらトライしてくださいね。さあこのままいける場合は起きる、キープ、しんどければアップダウン繰り返してみてください。余裕があれば手を前、船のポーズのポジション、もう少しと思ったら V の字にチャレンジしてナバーサナに入ってもいいです。これは自分で選択。3、2、1で、はぁ、一息。さあ戻ってきたら一旦足の裏同士をセンターでくっつけていきましょうか。ゆらゆら揺れます。引き寄せられる場合は引き寄せてしまってもいいと思います。そこから手を前で親指、人差し指でリングを作り、足の親指かけていきましょう。一旦吸って吐きながら背中をリラックスさせ、くつろぎながら右左と揺れて股関節、背骨の調整。では真ん中で意識を戻していきますね。そこから息を吸い、吐いて前へと倒れる合席の姿勢、吉兆前屈とも言います。ここでもしんどさが股関節周りに起きてきたら、ゆらゆらっとしてみたり、息を吐、または手を解放して起きやすいポジションでいいので、今の自分に尋ねて居心地のいいポジションで呼吸を巡らせましょう。
鼻からたっぷり息を吸い、息を吐き出し終えたら、頭が最後になるようにゆっくり起き上がり、ハッと一息。では膝を立てて左右にパタンパタンリセット。では正面に向き直り、ここから右手を一歩横、吸いながら左手を高く持ち上げて、伸び上がってから吐いて側屈です。そして手をぐるり3周くらい回しましょうか。逆側も指先をふわりとさせながら、呼吸が全身に届いていく感覚で、頭の先。さあでは吸いながらセンターに戻り、肩を一回ししたら反対、左手 1,2 歩横、吸って右手高く、吐いて側屈。自分の心地いいポジションで側屈ができたら、ゆっくり指先を柔らかくしつつ、腕を回して全身に呼吸を届けます。逆回転、伸び伸びといきましょう。さあ頭の先伸びます。では吸いながらセンター、では手をグーですね、後頭部のあたりをトントンと叩く脳幹刺激のポジション。優しく頭蓋骨のあたりをトントンと振動を広げていくことで、無意識の自律神経ホルモンバランス整いやすくなります。さあではほっと一息して肩をリラックスしていきましょう。さて今日はやる気のスイッチが入らないという時に、試してもらいたい仰向けから行って起き上がっていくというヨガの流れでした。今どうですか？ちょっと体に熱が起きて、あれなんか重だるかったけどいけるかもみたいな、少しでも体を気持ちよく動かして流れを良くして、そのまま内面も体の状態も心地よくなってもらえると嬉しいです。ジャパニーズヨガでは心と体を整えて毎日に笑顔を増やすというテーマで、さまざまなワークショップであったり生活のヒントとなるような情報を皆さんに配信しています。ぜひこれからもジャパニーズヨガの仲間とワークショップであったりいろいろな配信をしていこうと思っているので、公式の LINE、登録してもらえると嬉しいです。詳細は概要欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひチェックしてください。ではここからの日も笑顔が自然と増えて心地よい時間になりますように。今日もありがとうございました。